サイドスローで投球しているスコット・フェルドマン。サイドスローで投球している秋吉亮。サイドスローで投球している小林正人。サイドスローは野球における投手の投法の一つである。投手がボールをリリースする際に、ボールを持つ腕がグラウンドの水平面と平行になる投法を指す。サイドハンド、サイドアーム、横手投げ、等とも呼ばれる。サイドスローという故障は、 和製英語で、英語では、サイドアームという。また、サイドスローで投げる投手は、サイドワインダーと呼ばれる。ただし、サイドスローと呼ばれる投手の中でも、兄や総八、香取義ヨ高津慎吾のような純然たる、サイドスローは、比較的、少なく、隅三つ斉藤正樹、立山翔平のように、スリークォーター気味であったり、杉浦正、だ工藤三木を、 川尻鉄郎のようにアンダースロー気味であることの方が多い。腕が横から出てくるため左右の角度をつけやすく、利き腕の方向へ横変化するシンカースクリューボールシュート、これらと逆方向へ横変化するカーブやスライダーといった、主に横変化系の変化球を投げる投手が多い。前者の例として、1992年の日本シリーズにおいて、 西部のリリーフエースでシンカーを決め玉としていた、塩崎哲也に抑えられた、ヤクルトの野村克也監督は中継ぎだった、高津慎吾にシンカーの習得を命じ、後に高津は、緩球に種類のシンカーを投げるクローザーとなった。後者の場合、右投げのサイドスローから投げられるカーブやスライダーは、右打者から見て外角へ逃げていく球筋にさらに同じ、方向への横変化が加わるため、 背中からボールが来るととも表現され決め球として有効に使える。隅三つや A 社保がカーブを決め球として投げていた。フォークボールを習得するサイドスロー投手は少ないが、これは投球動作の違いから、同じ落ちる変化球でもシンカーの方が習得が容易なためとされている。一方で、横から投げることによりオーバースローのフォークとは違った微妙な横変化が加わることを利用して、 左右に落ちる2種類の方向を投げ分ける木田正さのような投手も存在する。サイドスローのサウスポー投手は貴重な戦力とされ、プロ野球では対左打者用のワンポイントリリーフとして、左のサイドスロー投手をベンチ入りさせることが多い。角は抑えで頭角を表し、長社や清川英二などは左殺しのワンポイントリリーフとして活躍した。近年では、 星野智樹や小林正人などが挙げられる。日本プロ野球において、かつては杉浦正小林茂、斉藤正樹のようなサイドスローで、エース級の先発投手は珍しい存在ではなかったが、右サイドスローに対して、ボールの握りや軌道が見えやすい左打者が増加したこともあり、減少傾向にある。今日のメジャーリーグでもサイド気味のスリークォーターの投手は多いが、 純然たるサイドスローは先発投手ではほとんど見られないと言って良い。メジャーではカール・ハッペル、デビッド・コーン、ジェレット・ウィーバー等、日本では長谷川良平、三上智成らのようにサイドスローと他の投法を投げ分ける投手もいる。サイドスローは状態を倒したり腕の角度を変えることで肩より上で投球する。スリークオーターや肩より下で投球する。 アンダースローへとフォームを変化させることが可能であるが、これらの投法は、オーバースローの腕の高さをより緩い角度に修正した、スリークオーターや、上体を大きく屈曲させて、地面スレスレから投球するアンダースローと、区別するために、肩と同じ高さで投球する純粋なサイドスローと、混同して区分されていることも多い。また、サイドスローは肩を軸に、 縦方向に回転する軌道を取るオーバースローと異なり、肩や腕の力よりも腰の回転の大きさが重視されるフォームであり、背骨を軸に横方向に回転することから腕が長い体格の方が遠心力がより大きくボールにかけられる分腕が短い体格より有利であるとされる。サイドスローからアンダースローへと転向して成功を収めたケントテカルブは サイドスローのこれらの特徴を踏まえた上で、純粋なサイドスローとするか腕の角度を下げて、アンダースローとするかは、投資個,個人の体格や適性を多角的に検討した上で決定されることが望ましいとしている。アメリカ、日本、台湾、韓国、アメリカ、日本。ありがとうございます。